はい、どうもこんにちは。ね、空振りボンバーズの佐藤と言います。今僕はですね、ケニアでね、ボランティアしてるんですけど、なんかやっぱこう日々どんなことしたら、どんなことしたらそのケニアのためになるかなとか、そういうことをずっと考えてて、で、まあ僕の特技である卓球を生かしたことが何かしたいなと思って、で、卓球場をケニアに作りたいなと思いまして、クラウドファンディングをさせてください。なんで僕がこのケニアに卓球場を作りたいかっていう、ね、3つの、ね、理由をねちょっとね述べさせてもらいたいと思います。まあ、1つ目は卓球の素晴らしさをケニア人にもね知ってもらいたいって、それがね1つ目ですね。まあ、ケニアではサッカーがめちゃくちゃこう人気があるスポーツで、みんなサッカーやってるんですけど、もっといろんなスポーツもねあるよってことでね、こう卓球をね布教っていうか、やりたいですね。まあ、実際ケニアには卓球場っていうか、なんかまあ敷地を借りて卓球してる場所が、ね、あるんですけど、それは首都の周りですね、ナイロビの周りでしかなくて、こういうローカル地方には、ね、全然ないんですよ。でも僕はまあどうにかしてこう卓球をこうケニアに普及させたいってね、そうね思うんですよね。なんか、まあね、僕自身卓球ってスポーツがねすごいスポーツだなっていうのはねずっと思ってて、まあ、僕もね卓球とね出会って、もう人生がねめちゃくちゃね変わったんですよね。大学時代なんてもう卓球がなかったら多分もうずっとこもってなんか、面白くない毎日過ごしてたやろうなってねこう思いますね。なんか皆さんも大学生とか、まあ、社会人になったら分かると思うんですけど、こうなんかこの人がいるこのコミュニティがあるっていうだけで、こうすごいありがたいんですよね。で、まあそういう素晴らしい場所をねケニアでもね作って、こう卓球楽しいな、卓球だけじゃなくて、まあ卓球っていうかこのスポーツですね、このスポーツすることによって、このまあありがたいとか、まあ楽しいとか、こう、まあ、少しでも笑顔がケニア人のね笑顔が増えたらいいなと思って、この僕の長所であるこの卓球を、僕の長所を生かして、この自分できるボランティアって何かなって考えた時に、それがこう卓球だったんで、まあ卓球場作りたいなと思って、これがね一つ目の、ね、理由ですね。で、二つ目にですね、まあ、卓球をすることによって、このスポーツ精神ですね、この青少年の育成をしたいなと思ってて、これもうケニアのね習慣になってるんですけど、みんなこのゴミをねポイポイ捨てるんですよね。大人なんかもう普通に、まあ、子供もそうなんですけど捨ててるんですよね。でもゴミを捨てていい習慣なんてね絶対ないんですよ。だから僕はもう子供の時からそういう、まあ練習する前にゴミを拾ったりとか、挨拶をしっかりしたりとか、そういう人としてなんか成長してほしいなっていう、なんか偉そうにちょっとなんかすいませんなんですけど、なんかケニアがね抱えてる一つの問題で、そのゴミ問題があって、まあ、確かにこうこっち子供は数人をゴミ捨てるなよって言ったところでケニア全体が変わるわけじゃないですけど、それでもこういうことを思ってる人が少しでもいるだけで全然変わってくるんかなってそう思うんですね。だからまあね、まあ、卓球を通してこう子供たちに成長してほしいっていうか、まあ、そうですね、それがね2つ目ですね。3つ目ですね、3つ目は日本人がこうボランティアとして来てもらうため の, その場所にしたいなと思ってて、僕ねそのこうケニアに来てこう思うんですけど、こうケニアの人こうめちゃくちゃ貧しくて、まあ、汚くて、なんか、まあ、人のものを盗んだりとか、そういう事件とかいっぱいあるんですけど、まあ、日本ってめちゃくちゃ安全じゃないですか。でもこうケニアに来てこう日本人とこのケニア人を見てたら、どっちが幸せなのか分かんないんですよね。ケニア人の人は、まあ、言ったら能天気とかそんな感じなのかもしれないですけど、でもこう笑顔が日本人よりもなんか多くて、こう楽しそうなんですよね、見てて。人間としてね強いんですよね、ケニア人はね。やっぱこう日本人もこう社会人になってこう心が病んでくるとか、そういうことも多いじゃないですか。だからどっちが幸せなんやろなと思って、強く生きてほしいんですよ、日本の方にも。人の幸せをね決めるのはこのお金持ちとかお金持ちじゃないとかじゃなくて、心の豊かさかなと思うんですよ。だから、まあ、日本の人もこう切羽詰まってバンバンって忙しいってやってるんですけど、一回こっちに来てちょっとボランティアをね経験してみてほしいなって思いますね。そのためのその場所としてこう卓球場を作りたいっていう、この卓球をしてる人をここに来てもらって、でこう教えてもらう
まあ、僕も全力で、ね、まあ、頑張ってみんな楽しく卓球って e スポーツだなってね思ってもらえるようにね、僕自身もすごく努力したいなと思っていますので、どうぞご支援のねほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあ、でもやるからにはやっぱりこうケニア代表とかねあったらここからそのケニア代表とかあったらすごいなって、もう夢がねこうどんどん膨らんでいって、まあ、確かにケニアで卓球場するってすごい不透明なことかもしれないですけど、なんかどうでしょう、少しでもね、自分自身が、まあ、自分のエゴかもしれないですけど、自分自身がこうケニアのためにしたいなって思ってることを、ね、皆さんにもご協力していただけたらねありがたいと思います。お力添えをよろしくお願いします。よろしくお願いします。でね、まあ、概要欄にこのクラウドファンディングについてもうちょっと詳しくなんか文章で書いたものを、まあ、クラウドファンディングのサイトの方ですね、のリンクをね貼っていますので、ぜひ一度覗きに来てください。まあ、10年後20年後どうなってるか全くわからないようなねそういう企画ですけども、精一杯やりたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。1、2、3